ふぐ赤チャンネル。ふぐ赤チャンネル始まりました。始まりました。よろしくお願いします。そんな始まり方だっけみたいな。なんかもうちょっと覚えてないですね。久しぶりすぎて。久しぶりすぎて。今日はなんと、うん物件が完成したと。そう、これ過去2回かな。はい、土地の時と、うん、ちょっと工事中の時で、うん、動画をね YouTube でお届けしてた物件が完成したと、うん、いうことで、ちょっと今日はその様子をね、うん、お届けしようかなと思ってまして、はい、でこれコンクリートの、うん、いわゆるこういう打ちっぱなしっていうね、はい、RC っていうんだけど、はいはい、鉄筋コンクリートのマンションを完成させましたと、うん、でまあ葛飾区のところでやってまして、うん、いわゆる都内23区新築 RC っていうので、完成しましたっていう、はい、そんな感じなんですよね、うん、だから、まあ、ちょっと道路の向こう側からも引きでねさっき撮っといてもらったから、はい、全体の外観をちょっと見てもらえればなと思うんですけど、うんうんはいもう何やったかって言ったら土地からも探して、うん、土地を買い、うん、そして施工店さんとか設計事務所さんと打ち合わせして、うん、図面引いて一から建築したっていう、うんうん、そういうやつで、まあ、不動産投資でも結構なんていうんだろう、まあ、少しレベルが高めの方かなと、はい、いわゆる中古のアパートマンションを買うっていうのじゃなくて土地から新しく建てるっていうね、うん、そういう不動産投資になってます。でようやく完成したのでこれから入居者さんにこう入っていただけるように募集、まあ、始めてて、うん、で申し込みも入り始めたみたいな、はいはい、そんな状況になってます、うん、でこのエントランス周りがちょっとこれなんていうの土地の関係で、うん、大通り沿いには入り口が作れなかったので、うん、後ろの路地側に正面玄関がある感じなんですけど、はい、玄関だけちょっとこう少しお金かけてるんですけど、うん、ここにこう大理石調のタイルをこう、うんうん、あえてこう埋めはめ込んでるんですよね、うん、で最近は宅配ボックスも賃貸物件でも結構普通に必要なんで嬉しいですね。そう、宅配ボックスをちょっと用意して、うん、で一応ねここ最高、光を通るその最高ね、はい、こうガラスバンってはめてあって、うん、ここからこう光が入るから、はい、そう明るく光がいて入り口がこう暗くならないようにちょっとお金かけてますみたいな。これは、うん、事業さんの満足度とかそういうところですか。入居者さんのなんていうの最初のこう印象とか、そうそうそう、気持ちがこう晴れ晴れするみたいな、はいはい、イメージかなというところでやってますと、うん、で細かいけど、うん、ちゃんとオートロックもついて、あ、そう、これ開いてここにね、最初これなくて、うん、バーンとぶつかっちゃうことが分かって、はい、そうでまずいと思うので、これ急遽このクッションで、ここにね、こうお沢でよいとね、これも後でちょっと見つけて、結構実際物件建ててみると、うん、こんなことがこんな風になっちゃってとかっていう想定外も起こったりするから、うんはい、いろいろバタバタやりながらやってるんだけど、やっと完成しましたという感じですかね。うん、では、うん、ここ今ですね、はい、最上階501、の501号室の部屋をちょっと見ていこうかなと思います。うんうんうん、はい。はい、建具も結構こうなんていうの、しっかりしてますね。しっかりしたドアがね、最新っていう感じで、最新でこういうのもね自分で選ぶんですよ。ああ、こういうスペックを、はいはいはい、これあとでペタッと貼ってるんですけど、うんうん、鍵も2つ、そう、鍵もそう、上下です、うん、セキュリティ面結構しっかりですね。シューズインクローゼットいっぱい入る、下駄箱が単身用ですよね。そう、単身用なんだけど結構こうたくさん入るようにしてて、うん、まあ、細かいんだけどこういう下も、はい、開けて、うん、靴たくさん置くようになるから、うん、生活すると、うん、だからここも結構スペースがあるよね、うん、あえて開けて、いきなり、うん、そうそう、入ってすぐもう、うん、手洗ってくれる、洗面の手洗いがあってまあこれ毎回最近こういうふうに、うん、なんていうのセパレートというか下の台と上のこの鏡が分かれてて、うんはいはいはい、こう一体の寸胴じゃないというか、おあれ仕様にこうあえてしてる。あ、いいですね。こうやってね、ここにこうコップや歯ブラシしまってもらってっていう、うん、こうデザイン的にもこういう感じでスタイリッシュにしてますね、と、うん、ここも入ってこんな感じです、はい。最近はこういう風に二口で、うん、ガスのコンロにしてて結構こうスタイリッシュなかっこいいスペックが、うん、あるから採用させてもらったっていう感じですね、うんうんうん、ここがね、8畳の部屋で広いですね、うん、ちょっと広くなってて、で、アクセントクロスって言ってこの、ああ、これはいい、そう、ちょっとこう、なんていうのこれスカイブルーっていうか、はい、明るいグリーンみたいな色でアクセントクロスにしてて、スカイツリーが見えるっていう売りがあって、ほう、自分の売りのね、売りになってます。
ど。あれ富士山だ、ね、富士山もちょっと見えますね。あ、本当だ、うん、気づかなかった今したこの物件 の, あの家賃がね、だいたい部屋によるんですけど、だいたい8万円後半から、広い部屋もあって、一番広い部屋はね、12万8000円まだの幅だから、ちょっとあの新築っていうこともあって、エリアもその時は少し高めにスタートしてるかなと。で、14室この物件は部屋があって、まあ、全部満室になってくれれば、110万とか120万ぐらい毎月の家賃の売り上げが出てきて、でそこから銀行への返済とか処理費とか払ってっていうね、毎月キャッシュフローを出しながら、あの自分で銀行から融資していただいてるので、その融資の金額をちょっと減りながら毎月のキャッシュフローと、あと僕は大体売却の可能性があるんで、売却した時に大きなこうあの資金が作れるみたいなね、そういうこう投資としてやってるという感じですね。一応あのモニター付きインターホンとかな、うん、まあ、女性も安心して暮らせるように、うん、こうモニター付きのインターホンと、あと玄関のドアの鍵2つというふうにしているというところですかね、うん、駅からもだから近いから、うん、そうですね、最寄り駅からね、どうも7分ぐらいのところなんで、うん、あの生活するにはかなり不足がないかなという感じですかね、うんうん、はい、まあ、生活する上で困ることはもうないかなっていうぐらい、うん、結構しっかりとあの用意してます。あ、そう、洗面前に見てますね。ここからね、ここにあの冷蔵庫があって、うん、まあ、キッチンがあり、で洗濯機がここですね、うん、まあ、最近はドラム式が多いですかね、うん、置く人がしっかり大きな温水パンも置いて、でここがあのトイレとお風呂になってて、うん、まあ、ちょっとスペースの関係もあって、うん、あの脱衣スペースにもトイレがある感じですね、うんうん、一応セパレートでトイレとお風呂は別になってるという感じになってます、はいはい、で一応あのお風呂もね、最近こう一面だけ濃い木目にしたいっていうふうに、ん、はい、しててね、はい、なるほど、ちょっと衣装性も頑張ってますという感じですね、うんうん、なるほど、はい、じゃあ別の部屋にね今来まして、うんうん、入り口スペックはね似てるんですけどね、だいたいこういうあの、靴が入れられる、まあ、下駄箱と言いますか、うん、それがまああって、うん、そうで、さっき言った状態で洗面があってと、うん、この辺のスペックは全部同じですね。さっき言ったね、あのさっきの部屋は明るいこうグリーンみたいな色なんですけど、うん、ここはちょっとダーク系のアクセントクロスにしてみる、はいはい、ここでだから8万円台ですね、家賃が、うん、8万円台から、まあ、フロアによって9万円台ですけどっていう感じの家賃設定ですかね、うん、相場ぐらいなんですか、その家賃設定っていうのは大体、そう、あの新築なんでちょっと高い、あ、新築価格がそう、新築なんでちょっと高くて、でやっぱりあの築年数ほど少し家賃下げていく風なのが正直あるかなと思うんですけど、まあでも RC って言ってその鉄筋コンクリートのマンションなんで、うん、木造のアパートとかに比べても家賃がちょっと高くなってくるっていうのがあるので、うん、その辺が結構違いかなと思って、うん、新築と RC で、まあ、大通り沿いで、はいはい、あのまあ、女性は安心して、うん、あの暗い夜道を歩かなくていいぞということで、あのそういう設定を一回させていただいてます、うん、でも気になったのが、はいはいはい、エレベーターがないのに5階建てって、そうそうそう、筋トレでもするのかなってあの足の筋トレだって、足の筋トレでもする、あのそう、エレベーターあった方が当然上の方行くのに楽なんで、はい、つけたいんですけど、うん、あの不動産投資目線で言うと、うん、めっちゃめっちゃお金かかるんですよ、当然あのエレベーターの設置 の,、ね、その設備のコストもすごいじゃないですか、うん、であの10年以上こう持ってると修繕とかで、そのもう法律決まってて、はいはいはい、点検とかあの修繕がめっちゃめちゃエレベーターってお金かかるんですよ、うんうんうん、この間もね知り合い の, あの不動産やってる大家さんが、うん、あの中古の物件買った時エレベーター付きで、うん、エレベーター の, そのもう点検とか修繕、うん、改修工事が450万、そうかかるからイエーってそう超金かかるって言ってたけど、はい、そういうふうにちょっと投資家目線としては正直、うん、エレベーターがない方が利回りがやっぱりいいなっていう、高くなるなっていうのもあって、うん、あの階段で上がっていただくんですよ、うん、なんであの普通ってあの高層階の方が家賃高くなるじゃないですか、うん、はい、家って、うん、でもこういう物件はエレベーターないので、うん、上の方が家賃安いんですよね、ああ確かにそうですね、そうそうそう、なんであのまあちょっと足のこう筋トレにもなるし、うん、あの家賃安いなら上でもいいよっていう人は上に住んでもらう、はいはいはい、っていう風になってるんで、まあ、その辺はちょっとねあの投資と実際のこうあの需要とのバランスはね、うん、正直あるんですけど、この物件エレベーターなしでやらせてもらってますっていう感じですね、なるほど、はい、
納得しました。じゃあもう一軒ね現場来ましたけど、うん、ちょっとまだね完成してないんだけど、うんうん、ここも最後で綺麗になるんですが、うん、あの木造のアパートで、ね、建築してて、うん、あとね 1,2 週間で完成するっていう感じなんですよね、はい、そうでちょっと見てもらうと、うん、あの奥に土地が広がってて、うん、そこまで細い道がこう続いてるっていう、いわゆるこれ、ね、旗こういう旗竿地って言って、うん、こういう形の土地なんですよ、うん、そうだからあのこの道路に面してるところの土地よりはちょっと安く買えるっていう、うん、そのなんだろうコツで、うんうん、で、まあ、立地が比較的いいので、うん、もうやっぱり、ここ、まあ、高砂っていうエリアの、うんうん6分ぐらいのところなんですけど駅からなんで結構いい場所なんだけどこの旗竿地なんで少し相場に安く、うん、買えたっていうのが特徴 で、はい、でここはの玄関ドアが、うん、なんか3つババッと並んでてなんか自然な感じだと思うんですけど、うん、あのここは1階のお部屋なんだけどあの2階と3階もこの玄関がもう1階にあって、うん、で開けるとですねあの後に見ていただく階段がもう始まるっていうのが2階3階は階段がもう1階から占有部って言って、うん、自分の部屋が始まってここに登っていくという風になってるっていう感じなんで長屋式って言ってあのこういうスタイルが最近あって、うん、で特徴としてはね広いお部屋が作りやすいっていうところで20平米後半からね35平米ぐらいこの部屋それぞれあってだからかなりこの比較的立地のいい都内の23区で30平米以上の部屋の賃貸ってなかなか少ないからあのそういうのがこう売りになるかなという物件ですね。あ広いこれはここでねもうこっちに1部屋、はい、あってでここがメインのお部屋でキッチンがここっていう感じの収まりですね。2人いけますねこれは、うん、2人ですと暮らすのに、ね、十分の広さかなと思うんで、まあ、もう一つの、RC の定期コンクリートよりはかなりこうあの広くなってます、うん、2階へ、はい、じゃあ2階行ってみましょうか、うんはいはい、ここの玄関を開けると、うん、いきなり階段がいる。うわ人生はね上り坂が多いですからね上り坂がありね下り坂があってねそしてまさかまさかがあるというねそういうことですここがもう占有部、自分のお部屋なんですよ、階段がね。で、ここからもうリビングが広がってると。ね、階段に靴いっぱい置けるじゃないですか。うん。確かに。で、1階とここ間取りは一緒ですね。うん。ここがね、結構面白い。そういうことっすね。うん。なるほど。いきなりこう階段になってますよ。うん、うん。ここでね、ぐるーっと3階まで上がる感じなんですよ。うわ。この3階はロフトあいいですね。そうこれはね最上階はやっぱり一番こうロフトもつけられてるし、うん、めちゃめちゃ広い。ちょっとまだ見たことないけど広い。まあ縦はしないけどしかも窓までついてこれは下にはこうクローゼットになってますよと、うんはい、ということでね、ありがとうございました。1階、2階、3階でちょっと違ったね、間取りで、1階から階段があるっていうね、面白いパターンを見ていただきましたけど、まあ、最初に見てもらったのは鉄筋コンクリートの新築の、不動産投資ですね。でこっちはあの新築の木造のアパートの、不動産投資ということで、どちらも土地を買って建築するっていうね、ちょっと初めてやる人からするとね、怖いって思われるかもしれませんから、いきなりこういうのをやらなくてもですね、中古のアパートとか中古のマンションを銀行入手で買うこともできれば、あとは高立地に区分マンション1部屋買うっていう方法とかも、僕は最初区分マンションから始めてるんですよ。そういう投資もありますし、あとは数百万円ぐらいで築古の戸建て買うとか、いろんな不動産投資って方法があるんですよね。やれるのにやってない人が多いかなと思ってるんですよ。でそんなことで不動産特に今力入れてることもあって、私公式 LINE をねスタートしたんですよ。でよければ不動産のこととか、あとその他副業のこととか資産運用投資のこと何でもいいんですけど、公式 LINE にご質問いただければ回答もできますんで、ちょっと不動産投資やりたいけど自分が銀行の融資出るのかなとか、自己資金これぐらいしかないけどできる不動産投資ありますかとかね、
あとは不動産以外の副業も興味ありますとかいろんな方いらっしゃると思うんで、概要欄にですね私の公式 LINE の URL 貼っておきますんで、ぜひお友達つながっていただいて、メッセージいただければいろんなこう皆さんの疑問点とかご質問にお答えできるかなと思うんでね、ぜひ概要欄からチェックしてみていただければと思います。ということで今回はね、新築の不動産建築していますと間もなく完成ですということも含めてですね、お届けしました。ありがとうございました。人生には上り坂もあれば下り坂、そしてまさか